こんにちは、井上です。今日はきっちり断れるようになるにはという話をしようかなと思いますで。効率化の上で断るって結構大事なんですよね。で断りきれないとそこでもやもや考えたりしますし、で断るときに分岐がある。私、<laughs> 分岐って呼んでるんですけども、じゃあ何かをお願いされると。で、それを、あ、ここ何かをお願いされると。で、それを じゃあこの人だったら受ける、この人だったら受けないっていう分岐があったり、こういう時だったら受けるとか、その条件によっていろいろこの枝分かれ、これが分岐していくと、この処理が複雑になるわけですよね。処理っていうのはこの頭の中の処理ですよね。頭の中の処理が遅くなると。まあ、それって私は非効率だと思っていますんで、それを0.1秒、コンマ1秒で判断できるようにしておくと。で、コンマ1秒で断れるようにしておくと。 そうしておくことが効率化につながっています。で、その、コンマ1秒で判断できるかどうかっていうのは、まあ、なかなか難しいものです。そういった性格の方だったらできるかもしれませんけど、私はそこ迷いがちなんですよね。で、その断ると、あ、なんか断ったら何かこう変に思われるかなとか、嫌われるかなとか、なんかそういうことも考えるわけじゃないですか。で断るってそれなりのエネルギーがあるものなんで、で、それを そのエネルギーを極力使わないようにしたいと。あ、これは断るものだと、パッとコンマ1秒で判断できるようにしておくと、非常に効率的であり、まあ、今後楽になるんじゃないかなと思います。それを毎回ですね、断りきれない性格でって、あの断りきれない性格でっていうのって、まあ、性格は変えなくていいんですけども、で、私も断りきれない性格なんですよ。断りきれない性格なんで、その性格は変えられないんだけども、判断は変えられるんで、 そのコンマ1秒の判断をするために私が何をしているかというと、練習してます。断る練習をしてます。まあ、と言っても、まあ、こう言われたらこうしようということで、あ、すいません、申し訳ございません、みたいな、ちょっと、そういうことはやらないようにしてますんでっていうのを、この、実際にこの練習してるっていうわけじゃないんですけど、頭の中ではめちゃくちゃ考えてます。そう、これ、こういうことをお願いされたら、こういうことを言われたら断ろうということ。 それをひたすら日々練習してます。まあ、そんなもん日々練習してるのかって思われるかもしれませんけども、やっぱり練習しないとできないですよね。練習しないでその場でスパッと断ることができるかってできない、できないんですよね。で、断ることができなくて、で、それで受けてしまって、後でもやもやすると。やっぱりやめときゃよかったとか、いや,やっぱり受けなきゃよかったとか、あどうしようと。本当はもう、 またた断りたいのになあ、本当は断りたかったのになとかってそのもやもやの時間がまたもったいないですよねでそれで仕事が進まずにとかプライベートが手につかずにっていうことになってしまうとそのダメージは大きくなってくるとでそうしないための練習として私はその断ることを自分はこういうことがあったら断るっていうようなものをリストにしてますこれやらないことリストの中にもあるんですけどもそれを毎朝見てます 毎朝チラッと見てます。そうしないとやっぱり忘れるんで。で、ま、数が多いんで、それを全部見切ることはできないんで、3つに分けて、毎日見るものと、毎週見るもの、毎月見るものっていうふうに分けてます。で、そうやって練習しつつ、なおかつそれを強,強化するために発信してます。で、こういった感じで YouTube で話すとか、で、セミナーで話す、個別コンサルティングで話す。お客様に伝える。で、ブログで書くとか、メルマガで書くとか。 でそういう断るこ、こういうのがあったら私は断るようにしていると、まあ。なぜこういうことをしないようにしているかというその理由を書いたり、まあ、それを書くことによって、まあ、より練習ができ、発信もできるとで。それでお役に立てるということをやっています。でそれぐらいやらないと私は断ることができないですで。独立当初、それでめちゃくちゃ嫌な思いしたんですよ。で断ることができ,てできなくてあ、この人いい人だと、いい人だからこれ断らないで、 契約しちゃおうと。で、それで大金を使ってしまったりとかですね。でそういうことになってしまうんで、その自分がそのもやもやしないように、もやもやしない判断ができるように、やっぱりひたすら練習をしておかなきゃいけないかなと思ってます。まあ、例えばなんですけども、今はそんな飲み会とかって <laughs> こういう感じなんで行かないですけども、まあ、飲み会のその二次会に行かないとかですね。もう二次会はもう行かないって決めておいて、それを書いておくわけですよ。 そうすると、スパッと断ることができると。まあ、二次会行かないっていう設定なんですよ。二次会行くと自分に怒られるんで。自分のルールなんで。で、それをちゃんとリストとして見ていくと、パッと判断できるようになります。で、このとこういう時は行く。なんか楽しいメンバーだったら行くとか、ちょっと早い時間からの二次会だったら行くとか、なんかそういうふうに先ほどの分岐を作っておくと、やはり判断に迷ってしまうんで、まあ、二次会は行かない。以上。みたいな感じですよね。 で、どうしても例外があって、この集まりだけは二次会に行きたいってなったら、まあ何々の集まり以外の二次会は行かないって決めていけばいいとで。例外も含めてルールにしておくと、そこの判断も早くなりますんで。で、あとはですね、値下げしないとかですね。値下げ、今このリストを見ながら話してるんですけど、値下げしないとかですね。値下げをお願いして、あこれもうちょっとなんとかなりませんかって言われても、あ値下げしないって決めてるから、まあなしと申し訳ございませんとすぐ出るんですよね。 で、もしくは、ま、他のプランを、この、提案、ご提案させていただくとかですね。まあ、そういうことをやっています。で、それで、あとは、この年末で言うとカレンダーとか、カレンダー送ってもいいですかって <laughs> 言われた場合は、お断りします。カレンダーもらわないと決めれるんで。まあ、そもそも使わないんですよね。使わないですし、で、 ありがとうございますって言っとけば、それ飾ってるか、捨ててるかどうかわからないんで、そう、<laughs> もらっとけばいいと思うんです。もらっとけばいいんだけども、そのやっぱり自分の軸を壊すと、自分が断る、断りたいのに断れなかったという、その損失って、その後にずっと続くんで、一生続いてしまうんで、いらないんだったら断るべきではあるんですよね。まあじゃあそのディズニーとかですね、<laughs> 娘が喜ぶようなカレンダーだったらどうするか。 っていうのも、まあ、それもやっぱ断りますよね。そういう時も。まあ、やっぱり好きなものっていうのは自分で選びたいんで、そういういただき物ですとか、まあ、この YouTube なりブログなりをやっていて、まあ、例えばメーカーからの何か提供を受けるっていうのも、私は断るって決めてます。まあ、そう、そう、そう、ないですけどね。そうそうなくて、じゃあ、ソニーですとか、アップルですとか、私がよく買ってるところからの提供っていうのは一切ないわけなんですけども、まあ、それを受けないっていうのもやっぱ大事かなと思うんですよね。 受けてしまって、ああ、ちょっとあんまりだったという時にも、でもそれをちゃんと YouTube で話さなきゃいけないわけで、それを書かなブログに書かなきゃいけないわけで、それで結構私にとっては苦しいことなんですよね。それだったらスパッと断って、いいと思うものは自分でお金を出して出すっていうのがいいんではないかなと思います。と、本の見本もお断りするようにしてます。まあ、これもですね、本当にありがたい話で、で、見本ご見本いただくと、まあその、それを早く読めるわけで、えー めちゃくちゃ面白そうだと。面白そうだから憲法を受ける。そうじゃないから受けないって。やっぱりそこに文教を分けてしまうと、う判断が遅くなるんで、だからそれはもうお断りするようにしてます。目標ございませんが、と。憲法は受けないことにさせていただきますんで。で、でぜひ書いたいと買い。買いたいと思いますんで、と。で、自分で買うっていうのが、まあ、私は大事かなと思いますので、お金を出して買うっていうのが。 で私は自分も憲法っていうのはしないですし、何かをあげるということもしないし、値下げ要請することもしないし、二次会に誘うこともしないと。だから断る基準を決めておくことで、もう自分の軸ができるということではあります。まあ、あと断るとしたらですね、ブログで何か紹介してくださいとか、何かこの商品紹介してくださいとか、そういうのも断りますね。で紹介を、紹介を全部断るわけではないんですけども、どちらかというと、 紹介してくれって言われたら紹介しないですね <laughs>。紹介しない。まあなんか自分がいいと、いいと思ったら紹介するっていうのはあるんですけども、紹介してくれって言われたらしないかなとは、しないですね。あとはですね、このやらないことリストを今見てるんですけど、何か誘われたらいかないとか、なトライアスロンなんかもこのレースはいかないって決めてるのがあります。 そうしないと、なんか、友人なりチームウェイとか言われたときに、ああ、ちょっと行こうかなと思ったりはするんですけども、例えばなんですけど、一番長いレースで言うと、佐藤はもう行かないかなと思って、結構一度行って、すごくしんどい思いをしたんで、感想はしたんですけども、あれをもう一回やるのはちょっときついなと、コース的にも私はあんまり好きじゃなくてですね、で、まあ、スイムが1.9キロで、この間2キロになった。で、バイクは190キロで、 ンが5キロのレースなんですけど結構単調なんですよね単調でなんかもう一回チャレンジするんだったら他の大会の方がいいかなというのでそういうのもふとふらふらっと言ってしまうんでもういかないというのお断りするみたいなことを入れてはいますまあその他で言うと請負の仕事をしないとかどんな仕事をしないかっていうのも決めていてまあそれでスパッと断お断りできるようにはしてはいます で、まあそのお断りしないように、しなくていいように自分をちゃんと発信しておくっていうのも大前提で大事ではあるんですけど、仕事に関してはですね。まあそういったことを、この逐一書いてます。で、書いてれば、書いてそれを見てれば結構守れるんで、まあぜひやってみていただければと、断りきれないこととかですね。まあ何々会の役員やらないとか、そういうことも書いてはあります。だからそこを、 そういうことをちゃんと書いておかないと、なんとなくそこで流されてしまって、で流されてしまうった決断って、大体後悔するんで、でその後に尾を引いてしまうんで,で、時間もお金も無駄にしてしまうときに、まあ、お金も無駄にすることがあるんで、まあ、そういうこともちょっと気をつけなきゃいけないかなと。で共同のセミナーをやらないとかですねで。私が誰かをお呼びしてとかっていうのはやるんですけども、まあ、共同で何かやって、 で,で、リハーサルやってとかそういうのは私はやらないようにしてます。これはどのどの方ともやらないですかね？どっかに呼ばれて話すっていうのだったらやるんですけど。でもその運営をどっちかが？きちっとど,っちどちらかがやるっていうんだったらいいんですけど。まあ、2人お互い考えてみんなで考えてやろう。っていうのはもともと苦手なんで、そういう仕事はやらないようにはしてはいます。 まあ仕事関係で言うとまあ断るっていうのは色々決めてはいますけども、おですね、自費出版をやらないとか、お金を出してやる出版はやらないとか、なんかそういうものも,も決めてはいます。代理店を使わないとかですね、税理士の代理店みたいな紹介会社っていうのはあるんですけど、そういうところを使わないとか、なんかそういうのは逐一決めていて、で 書いてるとやっぱ守れますよね。書いてても、もう書いててもちょっと時間かかるものはあるんですけども、まあ、なかなか今回も断れなかったっていうのはあったりはするんですけども、一応そこは断る、断れるようにはなってきてます。これ逆から考えると、例えば私が何かお願いして、いやいや受けてらい,いただいてたら非常に申し訳ないですもんね。だから私が何かをおすすめするときとかは、まあ、これ押しが弱いってよく言われるんですけども、まあそのまあ押してもしょうがないですよね。 だから絶対的におすすめなもの、絶対的に自信があるっていうことと、強く進めるっていうのはまた違うかなと私は思ってます。だから断れる余地を、を余地をこの残しておくと。で、それはあのやっぱりその断るっていうのにすごくエネルギーがありますし、で断れなかった、断りたいのに断れなかったっていうのが、まあ、時間もお金も無駄にするっていうのが、まあ、今,日今日の話のように、じゅじゅ私は 感じているからでもあります。だから自分から誘うときにも断る余地っていうのを必ず残してはいるつもりではあります。ぜひ、断るように。で、お断りしてそこで人間関係終わるんだったらもう、そこはもうそこまでかなと思います。まあ、やっぱりその向き不向きっていうのもあるわけですし、じゃあ私が例えばめちゃくちゃおすすめの Mac おすすめですよって、じゃあ Mac を、じゃあ Mac にしないからといって、じゃあもうそれで、 縁を切るとかなんだとかっていうことは絶対ないんですけども、まあ、中世の中にはその自分の,このおすすめをお断りするとあな,んだな,なんだって思われたりそれ以降関係が続かなかったりっていうのってある,あるにはありますし私もいろいろお断りしてそれで関係が途絶えたっていうこともありますあでももうそれはしょうがないかなと思いますもうそこまでの関係だったのだったかなと思いますんで だからそ,こもそこの割り切る覚悟っていうのも大事ではありますよね。どんなにお世話になった方、どんなに大事な方、まあ、どんなにあお売り上げが大きなお客様でも断る、断ることは断るっていうのを、まあ、なんとかやっていきたいものではあります。まあ、その売り上げの大きなお客様は正直その時の状況、お金の状況なり売り上げの状況にもまあよるとは思うんですけども。 そうしないと、じゃあ、例えば何か曲がったことをお願いされた時に断れないわけですよね。だから来たる日、来たる,来るべき、その大きな間違った方向に行く誘いが、誘いを断るためにずっと練習しておくって感じですかね。まあそういったお誘いを受けたことは、まあ独立当初はちょっとありましたから、ありましたけどあ、あったかなって感じなんですけど、そういったものをちゃんと断れるようにしておかないと、まあ何か、 道を間違えるっていうこともあるかなと思いますで。私のその税理士っていう、私の仕事の一つの税理士というもので言うと、まあ、大きなものとして脱税っていうのがあるわけですよね。じゃあ大事なお客様が脱税を,をお願いして、どうしてもとお願いして、あまあ、お願いがあった時にちゃんと断れるかとで。そういう時のために普段から断る練習をしているっていう感じでもあります。まあ、もっと言うと、その、もっと、 黒いことって世の中にいっぱいあるわけなんで、それをちゃんと断れるかってやっぱ大事ではありますよね。つい曲がさしてしまうとか、なんかつい大事な方だから、お世話になった方だから話に乗ってしまったとかって話って結構あるんで、やっぱどこかでその線を引けると、そういう力っていうのは持っておいた方が私はいいんじゃないかなと思います。 というわけで、ぜひですね、断る練習、断り、断りたいことをリストにするというところから始めてみていただいて、それを定期的に見るということから始めてみていただければなと思います。じゃあ、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。